カメラ気がったね、あなた。はい、おはようございます。今ね、9時25分ですね。はい、で今日はね、お休みで配達ありません。この前ね、動画でもね、ちょっと言ってたんですけど、シートがね、もうちょっとこう古くなってきて、雨がね、滲んできてるところがあったんで、まあ一応応急処置でシールみたいなの貼ってたんですけど、新しいね、ホロシートを、新調しました。先輩方が使っているシートの、設計で、同じようにね、作ってもらった新しいシートが昨日ね、届きましたんで、それを今からちょっと古いシートから新しいシートにね、付け替えをしに行きたいと思います。はい、まあ、なかなかね、ちょっと初めての経験なんで、先輩に聞いて、でこんな感じでやっとった方がいいよと、ここはこうやった方がいいよとかね、そういうの聞いてますんで、まあ、一応見よう見まね今貼ってるシートとまたちょっと形が違うんでね、止める場所とかがね、変わってきてるみたいなんで、ちょっとね、その辺は先輩方の意見を聞きながらちょっとやっていきたいと思います。はい、一応ね、試行錯誤しながらちょっと今日は頑張っていきたいと思います。それにね、今日は梅雨のね、もう合間の晴れというね、シートを張り替え日和になってますんで、それでは行ってきます。頑張ってきます。今から梅雨ですからね。はい、会社到着です。それではね、ちょっとロープがね、1個しかなかったんだよな。結構太いロープなんですけど、1本しかないということだったんで、今ついてるロープをそのまま代用できるかなと思いますんで、そうしようかなと思います。外して、でまたつけてと、そういった感じでやりたいと思います。付け替えを、よいしょよいしょ。前のね、入ったロープをね、外したいと思いますんで、このキャビンを上げていきます。ロープを外します。ガチになんか何重にも結んであるんで、ちょっと取りにくいな。上から取りましょうかね。
取り終わりました。よし、なのでこのシートをちょっと剥がしたいと思います。新しいTシートを持っていきたいと思います。新しいシートなんですけど、
一旦ね、これロープつけようかな。つけてから上に上げた方が下でね、つけやすいところでつけた方がいいかなと思いますので、ちょっとつけていきたいと思います。そうだな、昔編み込み切り寄ったばってんな。アメリアかやってみようか。はい、だいぶなんか感を取り戻してきました。だいぶ編み込んでこれた。はい、ならね、この調子でちょっとあと2回ぐらい編み込んでいきたいと思います。がね、ちゃんとできるようにね、こんな感じ合ってるかどうかわからんけどね。だいたいシートの位置が決まりました。だいたいあの辺でちょうど真ん中ぐらいで、後ろもねいい感じでかぶってくるみたいなんで、これでね固定をしたいと思います。でゴムをつけて終了です。はい、なら残りの作業やっていきたいと思います。あ、天気が、ちょっと雲多いですけど、天気良くてよかった。まだ最後の仕上げですね。はい、ゴムを装着していきます。今日の作業終わりました。お疲れ様です。今ね、7時20分です、はい、いや丸一日の仕事だったな。まあね、慣れてないけんやなんですけど、慣れてないからでしょうけどね。はい、まあまあまあ、とりあえずね綺麗に、シート貼ることできました。さあ、これでね結構梅雨はね安心かなと思います。それでは、いや疲れたわ、シート変えるの大変。まあ次慣れてるんで、まあまあパパッとできるかなと思います。はい、それでは今日一日お疲れ様でした。家に帰ってちょっとね今日何も食べてないんで腹ペコです。腹ペコ。それでは帰りたいと思います。お疲れ様でした。ふう、焼けた焼けたね。